ノリさん、ノリさん、このスコヤカチューンモーターにある噂が飛び交っているでござるよ。え？どんな噂？ノーマルモーターにステッカーを貼っただけっていう噂。のん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 ちょんまげ殿、だったらこちらをご覧ください。はい、それでは、ノーマルサンパチモーターとパインビーチの、スコヤカチューンモーターの違いを、ご説明したいと思います。まずはね、こちらですね、ノーマルの380モーターですね。新品を開けます。ね、380モーターといえばこちらですね。では早速回転数の方を測っていきたいと思います。バッテリーはリポ2セルですね。いつも使ってるグラスホッパーに接続して回転を測ります。どれくらい回るかな。2万ぐらいいったらね、いいと思うんですよね。はい、2万。はい、そしたら、こちらのパインビーチのスコヤカチューンを試したいと思います。プラスとマイナスを確認してつなぎます。はい、では早速試してみます。どうかな。はい、そしたらね、これね、もう十分早いですね。そうですね、十分早いですけどね。で、ワンポイントアドバイスね、メタルオイルを1滴エンドベル側にも1滴垂らします。はい、そしたらそれこれでもう1回書いてみましょう。さっき22000です。おお、音も静かになりました。回転も23600700、ありましたね。800。はい、ぜひ皆様もメタルオイル刺してください。よろしくお願いします。ちょんまげ殿、嘘じゃなかったでしょ。信じるか信じないかはお主次第でござる。お待ちしています。